ポカリスエットダンスク毎日ダンストレーニングリズトレ編です。力を入れすぎず音楽に気持ちよく乗っていきましょう。リズムトレーニングの説明をしていきます。まずリズムにはダウンとアップがあります。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイトのこのカウントをどう取るかでダウンとアップが決まります。このワン、ツー、スリーのこのオン、数字のオンに乗るときに膝が曲がっている状態、ダウンしている状態がダウンです。なのでワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、これはダウンになります。エンのときには上、数字のときには下、これがダウンです。アップはその逆です。数字のときに上、円のときに下に行きます。なので最初準備が必要です。ファイ、シック、せーので、下で、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ファイ、エン、シックス、これがアップになります。一般的に言うのでアップは裏取りっていうものがアップになってきます。これが基本的なリズムの取り方です。まずは膝をしっかり曲げること。膝がちょっぴりだとわからないので、しっかりももの筋肉使って膝を曲げていきます。それ以上になってくるとちょっとずつ上半身の、応用を効かせていったりします。胸を力を、まあ、上半身の力を抜いていって胸が丸くなります。そうするとお尻中に入ってくると思います。自然にやるとこれが伸びたままだとお尻が折れ曲がってお尻が出てきてしまうので、胸を丸くしてお尻は中にしまいます。で、つま先に重心が行きがちなのですが、そうではなくてかかともしっかり体重を乗せて、足はしっかり地を踏みます。地を踏んでいる状態でそのまま下がる。そこから楽にして、はい、で、楽にしていたらこの首とかも自然と落ちてくると思うんですが、ここに力が入ってくるとこういう状態になってしまいます。なので力を抜いて、この抵抗しないように、この抜く、伸ばす、抜く、伸ばすのこの繰り返しになります。ダウンもアップもそれは共通しています。で、ダウンの時にこの手をつけることがよくあって、今のこの動画でも手をつけていたのですが、それをグルーブを出しているように見せるために回してしまう人がいるんですけども、それは回さない、まっすぐです。まっすぐに曲げ伸びをしていきます。で、あとこの手を頑張りすぎてこういう風になってしまう人もいるので、ではなくてリズムを取るときに楽に肘を曲げてもらえればと思います。この時に胸がこう丸くなるから、前から見てるときにこれが回って見えるのかもしれないんですけど、回さないでください。腕は回さない、回るのはこの状態、状態が回って見えるだけで、腕は自分で回さないでください。はい。で、一方で後ろ乗りと前乗りに関してはこの背中をまっすぐにした状態でやります。なのでまず後ろ乗りから言いますが、後ろ乗りはダウンと同じ取り方ですね。ワンで膝を曲げるなんですが、この背中を伸ばしたままで膝が前に出ていくイメージ、肩がちょっと下がっていくイメージですね。で、このバランスを取るために顎はちょっと引きます。うん、うん、うん、これが後ろ乗りです。これは後ろ乗りというので、後ろをずっと頑張りがちでこういう風になってしまう人が多くいるんですが、そうすると後ろに乗ってるのが見えないので、しっかり前に戻ってきましょう。前、後ろ、前、後ろ、これを繰り返してこういう風になっていきます。しっかり膝を曲げないとここまでいけないので、膝を曲げないと体でここしかいけないので、膝をしっかり曲げて前後ろを表現していきます。これは膝が柔らかければ柔らかいほどうまくいくので、膝を柔らかく使う練習をうまくやっていきましょう。で、後ろ乗りの時に足を上げるものがあったと思うんですが、この時は足を上げると思うとお尻がこっちに行かないんですね。こっちに抜けてしまう人が多くいて、こっちだと前乗りになってしまうので、後ろ乗りのためにはワン、ツーの時にしっかり右足に乗る、
この足が浮くぐらい右足に乗ります。で、この足をちょっとこっちに曲げるだけですぐ足は浮くんですね。なんでこうもも上げをしようと思わないで、体重をしっかり乗せて膝を曲げて上げると、ワン、ツー、スリー、フォー。そんなに足をいっぱい上げようと思わなくていいので、ここにしっかり体重移動して浮いてしまうくらいの高さで大丈夫です。はい。で、前乗りも同じですね。後ろ乗りと同じで、前乗り、後ろをしっかり作りましょう。前乗りといって、このままではなくて、しっかり後ろに、ドン、後ろに戻ってきます。で、一方で前乗りは、ちょっと顎が上がるようなイメージです。うん、で、これが固まってしまうと、こういう状態になってしまうので、首を楽にしていきます。で、この時にどうしてもかかとが浮いてこういう風な前乗りになってしまう人がいるんですが、この時も同じです。ちゃんと地に足をついて、このままかかとが浮かないように前後ろやっていきます。はい。で、この前乗りの時も足を上げるものがあったと思うんですが、このここから折るような感じですね。ここからお尻を後ろに出して、その力で上げる。だから足をあえてこう上げようとするのではなくて、お尻が行くから上がる。これも同じです。体重をしっかり乗せて、お尻をしっかり後ろに持っていく。ドン、ドン、ドン、ドン。そうです。で、移動するとき、このジャンプでお尻を後ろに持ってって前乗りになるんですが、これがどうしてもこうなってしまわないように後ろにしっかり出します。前乗り、これは手だけになった時も同じですね。うん、うん、うん。お尻をしっかり出します。横に出した時、これも斜め後ろに行きます。でもこっちに伸ばして反対方向にドン、うん、ドン。ジャンプの時も前、はい、はい、はい、という風になっていきます。もう基本的にはこの体のダウンアップの時はしっかり胸を曲げて応用しても、ここのリズムを忘れないっていう感じですね。最後にグレープバインの説明をします。グレープバインというステップがあるのですが、その足のステップを説明しますね。右足から横、左足を後ろにクロス、その後右足横閉じる、反対も左足横、右足後ろ、左足横、右足閉じる。これがグレープバインのステップです。横後ろ横揃える、横後ろ横揃える。今回はアップに入れたので、これにアップをつけていますが、これがダウンの場合もしっかりこういうステップで取れるといいです。毎日続けることが大切です。一緒に頑張っていきましょう。